の場所で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。おはようございます。おはようございます。日本一周ゼロ円旅中の道春でございます。で、お兄さんがはい、スーツで手ぶらで日本一周してる清水亮介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今それどころじゃないんですよね。いやー面白い。やばいぞ。ちょっと今那覇にいるんですけれども、国際通りで凌介さんとは知り合って路上ライブを見てくださって、で仲良くなったんですけれども、で今凌介さんと北、んじゃない、中部か、沖縄の中部、割と北の方、名護市の近くに、まあなんか良さげなゲストハウスがあるということで、今凌介さん迎えに来て2人で行こうと思ったところなんですけれども、やばいぞ、このタイミングで車がね、車がね、やっちゃいました。また3回目のこのパターン。しかも今回は割とやばい気がするんだよな。なんかずっと音やばかったんですよ。ああ、そうなんだ。へえ。早く直さないとって思ってたんですけど、凌介さんをここまで、うん、ホテルまでね、迎えに来るまでは動いてたんですよ、車は。乗せた瞬間にかかんない。そうそうそうね。申し訳ない。まあどうしようか。ちょっと修理屋さんを探すしかないかな、っていうことになると、うん、どうやって名護とよくゲストハウスまで行くかという話にもなってきますよね。そうなってくるね。そうか、車ね、預けてたら、まあ、とりあえず、まあ、電話する。そうっすね。まあなんか今日はすごく濃い一日になりそうです。頑張りましょう。旅だね。旅してるよ俺ら。まあ車が運ばれていきました。運ばれていきました。さようなら。車が壊れたので、さようなら。引っ張られています。すみません、お願いします。元気で帰ってきてな。野良猫ちゃんが。名護って名前の何、護衛の子。今車が修理に持っていかれたので、これからヒッチハイクします。ではこれから名護方面の、なんていうところですか、ゲストハウス、あ、むすびや交流型ゲストハウスだね、らしい。ゲストハウスを目指してヒッチハイクをしていきたいと思います。ミニマリストの凌介さんに習って、なるべく、まあ、カメラとギターだけ僕は持って、ね、じゃあやっていきますか。まあコロナでちょっと抵抗あると思うんですけど、ちょっとマスクしてます。はい、まあそこはちょっとね、頑張って58号線を登っていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。行きましょう。いや、すごい、でも久しぶりっすね。はい、タクシー。久しぶりのヒッチハイク。いいじゃない、はい、車、タクシーは来ないよ。そう、スーツでやってるから、さっきからタクシーがバンバン止まっていくと、どんどん止まってから。バス停とかでも大丈夫です。あ、わかんないけど、はい、なんかとりあえず58号線も北に行ければ、ちょっと、はい、はい、ちょっとでも北行ければ。ありがとうございます。すみません、お願いします。僕も80年代のフォークとか、そんなんばっか、吉田拓郎とか。雪吊りの触れ合いで慰め合うのもいいさ。シンシア、そんな時素晴らしい。お母様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、やったー。初のヒッチハイククリアしました。やったー。やった。音楽が好きな人でよかったね。うん。じゃあ今シャタンに到着しました。ここからまたヒッチハイクして名護の方に向かっていきたいと思います。お兄さんはクラッチバックのように、そう、こうやってね、これバックのようにね、名護方面へ。かっこええな。これから向かってきます。
ってくんないか。あ、そうなんですね。やっぱりいい人が多いから沖縄は。そうなんですよ。ですよね。ありがとうございました。ベイビー。乗っけていただきました。乗っけていただきました。美容室に行ったばかりで髪の毛サラサラでございます。サラサラでございます。到着でございます。到着。めっちゃロケーションいい。綺麗じゃん。あ、こんにちは。今日、事前に連絡し合った清水と申しますけど、泣き人ゲストハウス結び屋さんに来ました。ここがドミトリーで、個室で、こっちがシャワー。外はハンモックありますね。涼介の兄貴でございます。そこ聞いてますね。今日はドミトリーに泊まらせていただきまーす。おにぎり欲しいそうです。大丈夫です。違う、俺じゃないか。兄貴が洗顔を教えてもらってます。洗顔は手で洗うものではない、泡で洗うものだ。泡でこすらない皮膚を。そう。さよなら。角野ひろさんに案内してもらいます。連れてきてもらいました。元部半島の瀬底島に。元部半島の瀬底島。まあその橋を渡ればすぐなんだけど。瀬底島。橋が長いからね。ください。道春って言うんですけど、名前。道歌でチャンネルやってます。ああ。ぜひぜひ。登録してきました。やったー。ぜひ。友達のお引越しのお手伝いの帰り。ありがとうございました、お兄さん。真っ白い砂浜です。瀬底ビーチにやってまいりました。やっぱこれだけ風があって、少し波が出ててもこんだけ透明度があるっていうのはさすが沖縄ですね。ありがとうございます。はい、
お願いします。すいません。はい。はい。ということで、はい、今すごく雨なんですけれども、先ほど修理屋さんから電話がありまして、車の故障した原因が分かったそうなんですよ。で、なんか、エンジンのキャブレターの周辺のアイドリングを安定させる部品がなんたらがショートしていてみたいな感じで、で、中古で部品を、僕は0円旅してるっていうことで、中古で部品を探してくれたんですけど、僕の車古いので、その部品がないということで、新品の部品を取り寄せて、付け替えてくれるみたいなんですけども、まあちょっと後ろのエンジンルームを開けなきゃいけなかったんで、全部後ろの棚とかも外してくれて、その上で修理をしてくれるということで、で、見積もりを多分出してくれて、だいたい値段が、まあ後で言った方がいいかな、これは。最終的に車を受け取った時に発表したいと思いますけれども、多分所持金で足りるかなというところでございます。ということで、まあ、今雨なのでですね、また、メスビアに、いっちゃ早くで。帰りたいと思います。誰か、乗ってください。コンビニで雨宿りをしています。ということで、まあ、とりあえず一安心ということで、車は治りそうですということでした。よかったよ。え、本当？僕のところに来て、もっと優しくできるかな。気づけばもう夕暮れが来ていて、いたたまれない気持ちになる。何かの帰り道のような。